部東雲中学高等学校吹奏楽部、略して篠水です。今回のステージでは高校1年生、中学生、高校2年生の順番にアンサンブルを披露いたします。私たち高校1年生は2012年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲桜の歌をお届けします。木管楽器と金管楽器の素敵なハーモニーをお楽しみください。